はい。遠野絵です。それでは今日は、おかめ八目シリーズの第三弾として、ディエントアールクラウドを取り上げてみたいと思います。このディエントアールクラウドの本心という本が、今から2年前に発刊されました。で、この中で、過去を知ることが未来を知ることにつながり、未来を知ることが 過去を知ることになるという不思議な教えが出てるんですねで。こうした循環宇宙論があなたの前に展開されていくというのが前書きである本なんです。さらに、このリエントアルクラウドの0時に入る前の段階でのオー総裁の解説で今後エルカンターレの方を 完成させていかなければならないと説かれていて、で、その際に、エルカンターレとは何かを知るために、魂の兄弟についての情報をしっかり出していった方が良いと、こうおっしゃってるわけなんですね。それで、トスシンの研究とか、ラムーの研究とかが行われていったわけであります。魂の兄弟を考えて、 その考え方を見た上で、エルカンターレとは何であるかという柱を立てていくわけであります。ですから、まあ、エルカンターレの方を完成させる前段階として、地ならし的に色々リサーチをしているということであると思います。で、リエントあるクラウドとおっしゃる方は、約7000年前の 古代、インカの王なんですね。で、地球系霊団の思考神であるエルカンターレの分身の一人であって、9次元存在です。で、当時、インカには、宇宙人を神と崇めていた人たちがいっぱいいたわけですが、そこで、宇宙人は必ずしも神ではないと明言して、心の世界の 神秘を解かれたのがリエント・アル・クラウドです。で、まあその宇宙とのつながりにおいてですね、まあ、今、宇宙人リーディングや宇宙物の,の霊現象、オーカー総裁が行われるときには、指導霊として入ってこられることが多いと言われております。ラムーの本心の中で、今後宇宙文明が開ける可能性があるとおっしゃってましたけれども、このリエント・アル・クラウドは宇宙への 神秘の鍵を持っていると言われている方なんであります。まあ、この本の中で解かれていることを、まあ、3つほどの柱で考えていくとすれば、第1点目はアトランティスの末裔ということが挙げられると思います。7000年前の頃の地球の文明の中心はエジプトにあったわけなんですけれども、全くパラレルな状態で インカと言われる中南米を中心としたあたりにも同じような文明が開けていたそうですで。これは1万年前にアトランティス文明が一夜にして没した時にここから逃れてきたものがいたと。二系統に逃れていったということであります。ですからアトランティス文明の後継者としてエジプト文明と古代インカ文明の二つがあったということなんであります。で、 古代インカ文明はアンデス山脈の父チチカカ湖というあたりにあったわけなんですけれども何千メートルもある高地ですね。なぜそんな高地に文明を作ったかというとアトランティス大陸の陥没に非常に大きな衝撃があったのでこの人々が高いところに都市を作ろうとしたからだと説かれています。よほどの衝撃があったということなんですよね。 そんな3000メートルのところに作るわけですから。3000メートルかもっと高いか分かりませんが。でところが、偶然にも星のよく見える高地に文明を築いていたために、宇宙から飛来するものが多くなって、その宇宙との交流が始まっていったわけです。まあ、ちなみに、その当時のインカ文明の人口は30万人ぐらいだったそうですね。で、リエントアルクラウドは王家に生まれていて、 先祖はアトランティスから逃れてきた高級貴族兼神官のようなものだったそうです。ですから宗教家兼政治家としての役割を担っていたわけです。で、リアンテアロッククラウドはそこでアトランティス譲りの秘伝のフォースを使っていたそうで、一つには天上界の高級書類と交流することができる。話ができるような立場にありました。 もう一つは、多くの人たちの心を読むことができたそうです。それから三つ目に、人々を豊かにするための発明発見をやっていて、まあ不思議なことに、二宮尊徳的な仕事も相当やったと語っておられます。でこういう力を使って、天空から来る宇宙人について、善悪を判定する まあ、神官のような役割を果たしていたわけなんですね。で、当時飛来していた宇宙人の中には、非常に好意的な宇宙文明の方もいたし、また、レプタリアン系の宇宙人たちが侵略的な意図を持ってきてもいたと。こういうことだったらしいです。で、まあ、そんなクラウドが未来予測を立てているわけなんですが、 これから、唯物論的な科学信仰が立ち上がってくる時代の流れになるとおっしゃってるんですね。これ2年前の段階でそういう未来予測をされておられました。で、今、まあ、当時ですね、2年前注目されている人もほとんど科学的な分野で活躍をしているような方であると。まあ、日本で言ったら山中教授とか、あ野寄博士とか、 田中幸一さんとかそういうことでしょうか。まあ、世界的に見てもですね、コンピューターの延長上にある仕事が注目されていってるとおっしゃっていました。で、この先には AI、人工知能の支配する世界があって、これが神と競争をしているとおっしゃっていました。だから AI の方が人間よりも正しい判断ができて、 先が読めて、間違いの少ない判定ができるようになれば、AI がこの世における神になると。まあ、語とか将棋ではすでに名人に勝つものが出てるわけですし、政治ももう人間がやる必要はなくなるかもしれないとおっしゃってるんですね。さらには、経済の分野では、意外に早くそうなってしまうかもしれないと。 ま、考えてみれば、IT マーケティングの世界では、統計から、こう、最適な解を、こう、素早く見つけていくということであれば、まあ、これは AI の方が確かに、早いことは早いんですよね。だから、AI がみんな判断するようになって、人間性が機械性にとって変わられて、機械振興がすごく強くなる時代になる可能性が高いとおっしゃってるんです。まあ、ある意味、少し、悲観的な未来予測でもあると感じるんですが、 ただまあ2年前の話ですからその後変数が何か加わってるという気もするわけなんですがどうなんでしょうか。で、ただ、あまあ、リエントアロクラウドのおっしゃるには当時宇宙人も来ていて彼らはもうすでに1000年2000年も科学的に進化していたわけですがその科学的進化が道徳的な進化を伴っていない場合があったと。だから今で言えば理系の人たちが 原爆や水爆の作り方を発明できても、その使い方や使っていいかどうかの判断はなかなかできないみたいなことだと。ですから、技術的には非常に優れていくけれども、聖者の判断とか、抗議のこの問題の判定ができない危険性はあるとおっしゃってるわけです。ただし、もうあっという間に今までの文明が、 滅びようとしている可能性は高いとまでおっしゃってて、新しいコンピュータ文明の中に20世紀までの過去の文明は吸い込まれて消えようとしていると。まあこういうお話があってですね、やはりこのギリギリのせめぎ合いをしているという緊迫感の中で我々は生きているとこう感じ取る主張があるのかなという気がいたします。まあ前書きでは大川総裁もですね、Google 教やマイクロソフト f 教が 現代文明を滅ぼす危機という言葉を出されてるんですね。まあ、ただ一方、まあ、ラムーの例示の中では、クラウドは原始人化していった方の一人だから、ほどほどに聞いた方がいいんじゃないのという意見もおっしゃっててですね。まあ、この辺、更多角的に見ていく必要あるかなという感じもするわけなんです。で、そのクラウドはですね、これからは、 難しい時代に入るとおっしゃってて。機械文明が一定のレベルまで進化しないと宇宙との交流はできないけれども、一方、宇宙の交流が入ってくると多元的な価値観がたくさん入ってくるので、何が正しいかという判定が今まで以上に難しくなるとおっしゃってるんですね。ですから、もう宇宙文明が始まったという想定のもとでの話ですが、 地球の基準で正しいと思われていることが必ずしも宇宙基準で正しいとは限らない。この判定が難しいとおっしゃってるわけです。それはそれぞれの星においてメシア存在がそれぞれ説いた教えが少しずつ違っているからだということなんだそうですね。だからまあ、21世紀から25世紀ぐらいまでは非常に厳しい混沌の時代が来るともおっしゃっているわけです。 結構数百年先まで見通した上での話です。だから、正反対のところまで行ったり来たりする、まあ、ダッチロールするような時代が続くかもしれないとおっしゃってるわけなんですねで。さらにもうちょっと近未来の方に近寄ってくると、これからの数十年は結構怖いと思うとおっしゃってて、まあ、次の幸福の科学の二代目に入る時代は極めて難しくて、相当な価値のこの混濁の中で、 正しいものを選び取っていかないと、押し流されて間違った方に行ったり、消えてしまったりする可能性は極めて高いと思うというお話なんですね。どうしてもこのよう的に役立つものが有用に見えてくるので、その誘惑の中で心の教えを説くというのが、さあできるかどうかと、こうおっしゃってるわけなんです。まあそういうことでですね、まあ今、エルカンタリ信仰の上で、 どうやって自助努力の世界を作るかということが解かれているという、このまあ臨場感みたいなものがさらに伝わってくる気がいたしました。で、三つ目にですね、さらに循環文明ということを解かれているんですね。ここが非常に不思議な教えであって、宇宙において時間は循環しているので、未来の地球人が過去の宇宙人なんですよとおっしゃってるんですね。 これ、んっていう感じなんです。だから、あなた方の未来が、実は過去から来た宇宙人なんですよ、と説かれるわけです。でこれから、宇宙時代が来て、いろんなところに宇宙航行できるようになるけれども、それから先が、また、地球の過去に戻ってくるものになると。まあ、例えば、考えてみれば、リエンタールクラウドの時代に戻ったり、ラムーの時代に戻ったり、トスの時代に戻ったりするということなのかな、と、もう 考えたりしました。まあ確かにその三つの時代は宇宙との交流はしていた文明であったわけですけれども。結局まあ宇宙の中で時間は循環していて、一直線に走ってるものではないと。過去、現在、未来は循環していると解かれるわけで、これ考えてみると、じゃあ山手線のようなものかなと。上野から出発して日暮里、池袋を経て、で、新宿、渋谷とどんどん進化して、 東京と来るんだけど、また次にまた上野に戻ってくるみたいな。まあ、こんなものなんでしょうか。まあ、宇宙の中では一直線の時間は存在していないと説かれる。だから未来のあなた方は過去のあなた方でもあると説かれる。で、さらにその宇宙の中では時間が循環しているけれども、その途中で分岐点があって、何種類かの宇宙空間と宇宙時間が並行して走っていると。 それがパラレルワールドだと解かれるわけなんです。だから、例えてみれば、池袋まで来ると、そこからさらに西部線の方に分岐していったり、東部線に分岐していったりしてですね、違う方向に行く文明、時間もまたあるんだという、こんな感じなんでしょうか。で、そういう時に、こういう選択をしたならば、どういう人類が発生してきたか、どのように進んできたかというような分岐点が、 いくつかありますと説かれるわけなんです。だから池袋まで来てですね、山手線から西武池袋線に乗り換えたら今度埼玉人になっていく運命が開けたりとかですね。あるいは渋谷のところで今度東急に乗り換えていくと今度神奈川人になったりとか、まあ、こんなことなのかなと。あるいはもう上野で乗り換えていったら今度北関東人とか東北人になる文明が開けていったりとか。まあただ、これは例えはあくまで例えですから、 分岐してから、していったからといって、ローカルになると限るわけじゃなくて、分岐していった方が発展する可能性もあるということですね。もうそんな不思議な教えに、が解かれていくわけなんです。だから、この地球においても、今、あなた方が生きている時空間とはまた別の時空間が実際には共存していますと。ですから、過去の時点において、異なった判断をした場合に、 存在し続けている地球というのがパラレルであるんだと。だからまだアトランティスは滅亡していなかったと。その時地球はどうなっていたかという時空間の中に生きている人もいると説かれるわけなんです。で、この辺の仕組みが見えてくるのはあなたたちにはどれぐらいかかるかなあっていうふうにおっしゃってるわけなんですね。我々が進化するのに一体どれぐらいかかるだろうかと。で全てを知っているのは エルカンターレだけだと説かれるわけなんですよ。後の人は知らないですと。だから、イエスに聞いたとしても、モーセに聞いたとしても、ムハンマドに聞いたとしても、誰もこのことは知らないですと。この宇宙空間の多重構造と、パラレルワールドとしての地球の歴史があってですね、未来の我々が実は、過去の我々であって、宇宙人として地球にやってきたというような、 過去の我々が未来に出てくるというですね。不思議な不思議な世界です。で、まあ、さっき言ったように文明実験として、こう何周もこの、まあ山手線をぐる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 回りながら、違った選択をした違う文明を何度も経験していく。これが我々なんだと。まあ、そういうことであってですね。えー、まあ、第二次世界大戦で日本が負けなかったというような、こういう世界がまだあるのかもしれない。明治維新がうまく成功しなかったという、 江戸時代が続いていくような時代があったかもしれない。あるいは今回の我々の伝道が成功した未来もあれば、失敗した未来もあるかもしれない。まあそういうことで、そういう宇宙空間の中を生きていることを知っているのは、エルカンターレだけであると。だから、エルカンターレが思考心なんですと説かれているわけなんです。まあこういうですね、少しまあ、クラクラするような教えが説かれたのが、ディエント・アル・クラウドであります。 まあ、まとめますと、まあ、アトランティスの末裔であって、まあ、クラウドなりの未来予測をなさって、そして循環文明について教えてくださいました。まあ、当然この本に書かれているものはここでは語り尽くされず、まだいろいろとあるわけなんです。ただ、最後の循環文明のところだけでも、これまでの我々の認識になかった話が出てきて、で、こういった全貌を知りながら、エルカウンターレとは何かを、 探求していかなければならないということなんですね。まあこれは不思議にして、興味の尽きない探求であると思います。まだ我々の知らない世界がいっぱいあると。いろんな分岐点があって、そこで我々がどういう選択をするか、どういう精進をするかによって、運命がいくつにも分かれていくと。まあただこういう不思議な不思議なことですが、その真実を知るということがやはり最高の 幸福であると感じるわけなんですね。人間の秘密を知り、世界の秘密を知り、宇宙の秘密を知っていくと。まあそんな、深淵をか間まみた、リエント・アール・クラウドの本心でありました。こんな探求がまだこれからも続いていくのだと思うと、ワクワクする気がいたします。今日は以上です。ありがとうございました。